エネルギーナビゲーター大畑春美がお送りする今週のオラクルカードリーディング、今日は3月の4日から10日までのジェネラルリーディングで C のカードを選んだ方へのメッセージです。はい、C のカードはですね、13番でアーキエンジョアンナシアオっていうんですかね、アダナシアオっていうんですかねと、タイガースアイでタイガースピリットライズズというカードが出ています。綺麗なカードですね。はい、タイガーズアイっていうのは虎目石のことですけれども、ジェネラルリーディングでも申し上げたんですけど、この、クリスタルマンダラオラクルカードはですね、3つの3種類の本をアラーナさん出してるんですけど、333444888ですね。でこれ444がピンクなんですね。これ全部ヒーリング、すごくインテンシブなヒーリングのパワーを持っているクリスタルが紹介ここでされています。で、18枚あるんですけれども、このね B のカードの、スモーキークォーツは最後の18番なんですね。でこちらはね13番で、13番って、実は今度は3月12日の、NG ナビでもお伝えしますけど、乙女座の満月で、この3月はこの13なんですよね。2017年は10で、それに3を足すので13になりますから、その非常にこの3月のエネルギーにとても共鳴するエネルギーだなと思います。で今週は全てが3枚ともこのピンクのカード、全てヒーリングでしたね。で今年に入ってこのマンダラ、クリスタルマンダラオラクルカードを使って3枚引きやってるんですけど、全部ピンクというふうにね、一つのカラーになったの今回が初めてなんですよ。で、ちょっとで普通はデッキノラ見ないんですけど、今回ジェネラリーグの後でデッキノラを見たら、デッキノラもですね、このアーキエンジェル、メルカーゼデックで、セレナイトでディヴァインパーフェクションというセレナイトのカードですね。非常に綺麗なカードが出ていました。ですから今週はやっぱりものすごくヒーリングがとても大切なキーワードになってきていると思います。で、何しろ2月は 月食日食とパワフルでしたし、特にこの最後の日食は新月のビッグバージョンで新しい種をまくといってもね、この魚座乙女座の最後のサウスノードの日食でしたから、今度サウスノードで乙女座で、この同じと乙女座じゃない魚座での日食は19年経たないとありませんので、そういう意味で本当にものすごいパワフルでしたよね。でその後今週はですね、次のその3月12日の乙女座での満月、満月はある意味フルイッションですよね。一つのコンプリーションです。一つのものが終わっていくタイミングですから、満ちていって、そこで本当にこの月食日食でいろいろとこう浮き上がってきたものを、今週は本当にしっかりと受け取って、大きな癒しのパワーが来てるんだなというのをすごい感じます。ですから皆さん本当にね、今週はしっかりとこのインナーノーイング、これマテリアルレベルね、フィジカルレベルで出てきてるので、日常生活の中でとにかく10分でも30分でも1時間でもなるべく自分の時間を作ってですね、イントロスペクション、内観をしてみましょう。でこのインナーノーイングのカードはですね、ジェネラルリーディングでも申し上げるの忘れたんですけど、実はこのガナーシャのオラクルカードの表紙になっているカードなんですね、絵なんですね。だから本当にこれとても大切なメッセージだと思います。でこのね、まずこのタイガースアイからご説明したいと思うんですけど、タイガースアイは本当にね、とてもパワフルなクリスタルです。で、いろんな種類があるんですけど、まあ、ここにこれまずね、これはレッドタイガースアイですけど、これ原石ですね。原石のタブ、ちょっと見にくいんですけど、実はね、キラ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 、本当に綺麗にかん、あのなんてこれは多分アイアンが多いんでしょうね。鉄がね、ミネラルの多い石なので綺麗な石ですよ。もうでね、これはグリーン、タイガーザーですね。いろんなタイガーザーがあるんですけど、これはミシガンで取れるタイガーザーですけれども、それからタンブルで少しこうこういうふうに磨いてあるのもありますね。でこれはちょっとミックスになってますけれども、こういうゴールデンタイガースアイというのは非常に、なんて言ったらいいかな、
まずタイガーズアイなので、あの目のあのものを見ていくのをすごくこうあのエンハンスしてくれる、あの助けてくれるというので、昔からシャーマンストーンとしてもよく使われています。それからプロスペリティ、あのアバンダンスとかを呼び込む石としてもとても有名なので、特にまあ男性なんかでビジネスマンの方なんかあのタイガースアイをあの求めていらっしゃる方多いと思うんですけど、あのやっぱりタイガースアイはあのね、この特にこのゴールデンタイガースアイはあのね、イモーションよりもあのメンタルでしっかりとロジカルにものをこう判断していくことができる石ですね、うん、そしてあのこのブルーあのタイガーズアイですよね、これですよね、あのこれはねあのストレスをすごくリリースしてくれる石ですね。アモカさんまあこれ今左手で持ってるのでも、あ本当に私敏感なんでこれ触っただけですごいですね。はい、あの本当にあのハートのチャクラあたりからそのソーラープレス第3、第4、あの第2チャクラあたりにスーッとですねこうあのこうなんですかね、ちょっとこうミントキャンディーを食べた時のような感じのあのエネルギーが走りましたね。はい、であのあの赤いこれなんかそうです、鉄分が多いこのこういうねあのタイガースアイはやっぱりあのものすごくねグラウンディングしてくれるのと、メタボリズムをあの上げてくれますしね、うん、あとはそうだな、あの同じあの赤でもですね、こう本当にこういうすごく赤が強いのがあれば、ここのあのちょっとこうもうちょっと黒いあのクリスタルも多くなってくるのがあるんですけど、これはねあのうーんあのねなんて言ったらいいかな、あのねちょっと やりたいと思いながらなかなか前に進めなくなっているような時にですね、それを背中を押してくれて前に進めてくれるようなあのエネルギーを持ってます。であのホークスアイというタイガースアイがあって、それはですねあのタイガースアイの中でもこうあのそのあのワシの目のようになっている部分があるんですね。でそういうのをホークスアイって言うんですけど、ここにもどっかあるかな、うん、でそれはまあ昔からのシャーマニズムでよく使われているクリスタルですよね。あのここにはちょっとないみたいですけど、はい、でとにかくこのクリスタルいかれた方これ今持っただけですごいとにかくねこれはね非常にグラウンディングしたアーティーなエネルギーでもあるんですけど、第三チャクラのこのごめんなさい、第6チャクラのサードアイですよね、第3の目も刺激してくれる非常にハイブブレあなんていうのかな、ね、あのアーシーでなおかつ波動の高い石でもあるんですね。で、あの このカードが来た時の、あのメッセージというのは、まあ、一言で言ったらこの虎のようなインディペンデンスっていうんですかね、自分のこう自分はこうやって生きていくんだという自分らしさみたいなもの、それをあの宇宙は今週はしっかりと見返ってですね、あの見ていきなさいというメッセージだと思います。で特にあのこれね多分魚座がとても強い方とかね、今魚座の影響すごい受けてる方で、いろんなこうインチュイションでこう、あこうしたらいいな、あしたらいいなという夢をたくさん描けるんだけど、いまいちこの牡羊座 のエネルギー を使って前に進めていくのがちょっとできにくくなっているような方が惹かれている場合は、ぜひですねタイガーズアイをですね一つお求めになりまして、まあ、タンブルなんかとっても手頃なよくある石ですから、で、しっかりこれで瞑想するのはとてもいいと思います。うん、非常にねワイルドで、でもその男性でも女性でもその自分の中の勇気とね、そして自分の道を切り開いて前に進むんだという、そういう独立心をしっかりとね、インディペンデンスをね促してくれるクリスタルなの でなおかつしっかりとグラウンディングをしてくれますから、この今週は特に3月はこの陰と陽のバランス
というのがとっても大切なエネルギーだなと思ってるんですけど、それをするのにとても大切なクリスタルじゃないかと思います。だから多分やっぱり私たちが今非常にこう自分らしく生きていくために、今ずっとやってることはやっぱり愛で生きるために、やっぱり恐れが出てくる、そのいろんな恐怖とかはですね、今本当にこうそれと向き合って自分の中のボナラビリティですよね、いつも言うね、こうなんか心の中のおもろさみたいなものをしっかり受け止めていく作業がすごく大事なんですけど、やっぱり自分の中のそのワイルドな部分、トラってワイルドじゃないですか、タイガーって。そういうワイルドな部分をしっかり向き合っていくことを許しましょう。ね、どうしても私たちってこう条件付けされて、社会の仕組みというか社会のレールの中に自分をコンフォーミティって英語で言うんですけど、なんていうんですか、枠にはめていくような、そういう、その方が昔は守ってもらえて、その分ね。で、可もなく不可もなく生きていけた時代もあったと思うんですけど、本当に水瓶の座の時代に移る時になってきて、一人一人が自分らしく生きることを今本当に自分に許していける時が来てますよね。だからその本当に私たちが自分の中のそういうウィルダネスね、非常に野生的な部分にタップインって言って英語で言うんですけど、こう踏み込んでいった時に、感じていった時に何が起こってくるかっていうと、やっぱりああこれがやっぱり私の私らしい部分なんだなっていうのに出会えるんですよね。で、今週は多分このカード引かれた方はそういう自分の中のしっかりとインナーノーイングをしていく中で、たくさんのいらないものをですね、こうクリアエネルギーしていく中でね、アンダースタンディングとして、ああ私はやっぱりこういう自分なんだなっていう、自分の自分らしさに本当に気づけていけるような一週間になると思います。だからあの自分の中のその野生味にあふれてるその部分をこうがをしっかりとね、外に出していくこと、許すことは何もなんか周りの世界にね害を与えることじゃないんですね。それもむしろ本当にあなたが愛で生きていくことを許してることになりますから、そうするとね、本当に何て言うのかな、自分の中でその恐怖から生きてる時って、やっぱり今持ってるものの執着とか取りたくあのやっぱり不安ですから、十分これだけなきゃ不安っていう部分をこうがんじがらめに失いたくないからドアを閉じてるんですよね。ところがちょっとごめんなさい、お水がちょっとなくなってきたのでちょっとお水足しますけれども、自分が本当に愛で生きていくことを許した時に、私たちはその恐怖で閉ざしていたドアを開けますから。で、そしてその私たちが不安でずっとホールドオンというこう執着を持っていたものを手放して、一つ一つ自分の中の本当の自分が価値を持っているものをもう一回見直す時ですよね。金星が今逆行してますのでね。だからそれをずっとしていく中で、手放せば手放すほど、その手放したところから、今度は開けたドアからですね、ディヴァインなエネルギーがどんどん入ってくるんですね。宇宙の愛のエネルギーが、それはアバンダンスのエネルギーでもありますから。で、そうなってくると、なんていうのかな、本当に人生が自分のマインドでは考えられなかったようなミラクルというかね、ミステリーで未知かマジックが起こるんですよ。で、本当にそういったことをこう許していける大きなチャンスだと思いますね。今までの自分のそのトライブ、その種族ですけれども、日本だったら日本人としてこうあるべきだとか、男はこうあるべきだとか、なんかそういう型にはめてきたものから解放されてですね、本当に自分のディヴァインディスティニー、ディヴァインな運命で生きていくことを許していけることができるのが、この1週間の取り組みになると思います。ね、
そうですね。もしですね、あなたがこういう作業を通してね、私はきっとここでなんか成長していけるなって自分の中でその本能で感じることがあったら、それをね、もう本当信頼しましょう。ね。で、私たちの中にあるその野生のタイガースピリットですよ。ね。タイガースピリットが今、ライジングしてくるってこう書いてありますね。タイガースピリットライゼスと。ね。上にこう、伸び上がってきて、その時にですね、そのエネルギーが私たちを、自分たちが今まで知ってた、私たちが知ってる社会ってこうですよね。社会で守られてる仕組み。そこからですね、こう、ぐっと引き上げてくれて、そして、本当に、光り輝く愛に満ちた生活をしていけるような、世界のドアを世界にこう連れてってくれる、そういう1週間になるような気がします。ですから、ぜひ皆さんですね、ライオンも獅子座もの、能動地区もね、9月、5月の9日から獅子座と、水瓶座、人間とライオンですよね。百獣の王のライオンと人間というのは、ある意味ここでのプレディカ、なんていうかな、この今地球で一番力を持ってるキングですよね、2つともね。だからその軸にも入っていくときに、ね、大きくライオンのとしてのね、ウォーっていうロアって英語で言いますけど、叫び声、雄たけびをですね、ぜひ吠えてみましょう。私はこうやって生きるんだと、ね、それをですね、しっかりと宇宙にも周りにも話すことによって、皆さんはそのタイガースピリットで自分の人生っていうかね、自分のをこう、なんていうかな、現実を作っていかれるようになると思います。本当にこの1週間は先週の取り組みをベースにした上で、とても大切な1週間になると思いますので、ぜひぜひしっかりと取り組んでみてください。ホークサイありましたね。こういうふうにこう、ホークサイってこういうふうになっているものをホークサイと言います。ここにね、目のようになってるでしょ。ね。なんか日本語でもなんか言葉ありましたね。ちょっと名前忘れましたけど。それでは、素敵な1週間をお過ごしください。ご清聴どうもありがとうございました。So much love. Thank you.